私の名前は花梨美也。便利部という部活に所属している高校2年生だ。今日は待ちに待った修学旅行の日。今日から3日間の修学旅行はひばり市をスタートし、1府2県を巡る。途中休憩を挟んで、まずは3時間のバス移動だ。はい、みやちゃんこれ食べて。ありがとう。バスの中はとっても楽しい雰囲気だった。だけど1時間後。あれ、みやちゃん寝てしまったようだな。寝てる姿も美しい。どうやら私は知らないうちに眠ってしまっていたようだ。ち、ちやほやされやがって。私は睦地ゆいか。花梨美也は社長令嬢であり、インフルエンサー、秀才、アスリート、格闘家、持っていないものはないくらいのスーパー女子高生だ。写真撮っておこうぜ。当然男子人気も高く、それに便利部という謎の部活に所属して生きている。お察しの通り、私は花梨美也が嫌いだった。ああ、やっと起きたのね。ごめん、寝ていたみたいね。その後、ふと目を覚ました私だったけど、トイレに行きたい。私はとてもトイレに行きたい状態になっていた。思えば、昨日の夜からトイレに行けていなかった。パーキングエリアって、寄るんだよね。いや、ついさっき寄ったばかりだよ。え？そして最悪なことに、私は途中休憩を寝過ごしてしまったのだ。バスは残り3時間の行程をトイレ休憩なしで突っ走る。そんな。ここから私の死のロングドライブが始まってしまったのだった。でさあ、起きたらボートで一人湖のど真ん中にいたんだよね。そこからの車内は全然楽しめなかった。尿意に気を取られてしまうのだ。お腹が痛いよ。先生に言ってバスを止めてもらおうかとも思ったけど、私のせいでスケジュールが遅れるのは嫌だし、何よりここは山奥、トイレがあるような場所がそもそもなかった。さらに30分後、私はトイレを我慢しすぎて体の震えが止まらなくなっていた。だけど外の景色は変わらず、まだ山を抜ける様子はない。もう無理よ。見ると、長時間我慢していたせいか、異常なまでに膀胱が膨らんでいた。こんなに膨らんでいるのは初めてだ。だけどここで出せない。絶対に出せないんだから。今日は一生に一度の修学旅行、最高の思い出にしたかった。だけど次の瞬間、危ねえ。バスが急ブレーキをかけ、突然車体が大きく揺れた。その衝撃で私は体が前に押し出され、ちょっと腹部を強打したと同時に、ものすごい破裂音が私のお腹から聞こえた。申し訳ありません。大丈夫かお前ら、怪我は。何か今すごい音がしなかったか。先生、ミヤちゃんが。痛い、お腹が。なんだ。そして意識が。救急車だ。最高の思い出になるはずの修学旅行が一転、私は病院に運ばれることになった。修学旅行初日が台無しになってしまった。もちろん私は途中でリタイアだ。あんなに楽しみにしてたのに。膀胱破裂だな。診察の結果、私の膀胱は長さ11センチメートル余りにわたって裂け、尿と血液が腹部に流れ込んでいたことが分かった。通常膀胱の容量は500ミリリットル程度だ。ただ約200ミリリットル程度で尿意を感じ始める。おそらく事故当時お前の膀胱内には1リットル以上の尿が溜まっていたのだ。そんなに。それが衝撃とともに破裂した。どうやら私があの時トイレを我慢しすぎてしまっていたらしい。あと少しでも治療が遅れていたら助からなかっただろう。だけど縫合手術は成功したようだ。経過は問題ない。あとは安静にしていることだ。それから薬の服用と簡単なリハビリを行って、数週間の入院の後、私は復学することができた。だけど修学旅行をあんな形で中断させてしまって、みんなには申し訳ない気持ちでいっぱいだった。どんな顔でみんなに会えば。それに私だけ修学旅行は中止になってしまったし。あ、みやちゃんおはよう。
もう大丈夫なんだ。おはようミア。だけどみんな私の心配をしてくれたのだ。その日の授業中。何よこれ、何よこれ。え、ああ、うわ、マジかよ。そんな ごめんなさい。私尿失禁だ。尿失禁。そして私は再び病院を訪れることになった。手術の後遺症で骨盤底筋の筋力が低下したのだろう。どうやら私はあの時の後遺症で尿意をコントロールすることができなくなってしまったのだ。そんなだって家では普通に。学校の中という特別な状況が影響しているのかもしれない。悪いが今すぐに治すことは不可能だ。嘘よ。そして私はおむつを着用して生活をすることになったんだ。私もう17歳よ。これは思春期の私にとってショックな変化だった。だけどおむつでも履かなければ普通に生活を送ることはできない。それから私のおむつ生活が始まったんだけど、学校ではいつどれくらいお漏らしするのかわからないから常に10個くらいのおむつを常備するようになった。体育はどんな衝撃で漏れるかわからないから常に見学するようになった。だけど本当はとっても参加したかった。それにおむつの中は高温多湿。かゆいな。ずっと着用していると肌がかぶれて皮膚が大変なことになっていた。それだけじゃない。来た花梨さん。突然尿意に襲われてその場でおむつに垂れ流さなきゃいけなくなった。あー、この子またお漏らししてるわ。こんなところでやめてよ。ごめん。あー、ここのところなんだが。それに一番大変なのがその匂いだ。なんか臭くね。またあの子よ。排尿直後はあまり匂わなくても、時間が経つと細菌の作用により匂いが強くなるのだ。教室中にアンモニア臭が立ち込めることになった。そんな生活を続けていると、いつしか私は顔を上げることができなくなった。きっとこんないるだけで迷惑な人間、白い目で見られているに違いないから。そして私は便利部にも行けなくなって。ミアのやつ今日も来ないのか。ミアにとって便利部はそれくらいの存在だったのかよ。私はだんだんと孤立していったのだった。いい君ね。え、今まで調子に乗っていたからバチが当たったのよ。おむつを履いてそこら中でおしっこを垂れ流しているなんて犬みたい。私は何も言い返すことができなかった。レンタロウ、みんな。あ、そんなある日廊下で便利部のみんなとすれ違った。私は思わず嬉しくなって声をかけてしまったんだけど。みんな。それにレンタロウまで。あんなに友情に熱の強いレンタロウも何も言わずに去ってしまった。便利部のみんなまでこんな私を白い目で見始めたのだ。これで便利部も終わりね。うざったい便利部はこれで解散よ。私は花梨ミアがおむつを吐き出してから絶好調だった。こんなに気分がスカッとしたことは未だかつてない。ほら、盗んできてやったぜ。あいつのおむつだ。ナイス乃木森。この男子は乃木森。学校一の不良で、こいつも便利部を嫌っているのだ。私は乃木森に協力してもらって花梨ミアの大切なおむつを全部盗んできてもらった。これでとどめよ。自分から学校を去ることになるでしょう。またみんなの前でお漏らしをすればきっと再起不能のダメージを受けるに違いない。ない、おむつがない。気がつくと買いに持ってきていたおむつが全てなくなっていた。だけど今履いているおむつはこれまでの時間ですでに吸収量が限界になっているようで、このままじゃきっと次お漏らしをしてしまえばおむつから溢れ出してしまうだろう。だけど時間は待ってくれず、次の授業が始まってしまった。そんな。はい、それじゃあ座ってくれ。だけどみんなの前でおむつがないなんてことはとてもじゃないけど言えなかった。するとすぐに尿意がやってきた。お腹が漏れちゃう。もう我慢の限界だった。このままじゃ
またみんなの前でお漏らしするしかない。なんで、なんで私はこんな体に。全てはあの時私が寝過ごしてしまったばかりに。だけどこんなことになるとは思っていなかった。聞いてる聞いてる。だけど次の瞬間、ミヤ、こいつを使え。え、飛んできたのは未使用のおむつ。レント…そしてなぜかおむつ姿のレンタロウが教室に現れたんだ。一色部長に明智くんまでおむつ姿で。俺のも使ってくれ。俺のもだ。みんな何をやってるのよ。それだけじゃない、私のも。俺のも。先生のも。何よあんたたち。クラスメイトたちが次々とおむつを差し出してきて。悪いなミヤ、俺たち別のクラスだからよ。修学旅行の日お前に何があったのか知らなかったんだ。え、先生が気を使って暴行破裂のことは他のクラスには言わねえようにしていたみたいでな。それでお前が急に来なくなっちまって、俺たちはお前が便利部に飽きちまったと思ってたんだよ。それで冷たくしちまったんだ。だけどバスの中で会ったことを聞いたんだ、乃木森にな。よう。乃木森、あんた裏切ったわね。悪いな、俺は確かに便利部のことは嫌いだが、お前みたいなやり方をする女はもっと嫌いでな。それでみんなは私を助けに来てくれたのだ。わざわざおむつを履いて。いや、おむつなんて恥ずかしくねえぜ。そうだよ、俺だってたまに漏らすことあるしさ。私も履いてきたのよ。それにクラスのみんなも私が勝手に引け目を感じていただけで、みんなは私を白い目で見てなんかいなかった。私のことを心配してくれていたのだ。俺はお前がどんな体だって構わねえよ。俺たちもできることは何でも手伝うよ。先生もだ。ありがとうみんな、ありがとう。私はいつの間にか尿意を忘れていて、代わりに涙が止まらなくなっていた。それからみんなは私の替えのおむつを持っていてくれたり、水分制限に付き合ってくれたり、いろいろなサポートをしてくれるようになり、学校での生活はかなり過ごしやすくなった。その後、膝と膝を押し付けるようにして腰を持ち上げる。こう？朝霧先生は骨盤底筋のトレーニングを教えてくれて、やがて尿失禁は回復した。時間をかければ良くなる症状だったのだ。そして私はおむつ生活から解放されたのだ。よし、みんなちゃんとトイレには行ったか？それからクラスのみんなは修学旅行に参加できなかった私のために2回目の修学旅行を企画してくれた。トランプやろうぜ。うん、いいね、やろやろ。こうして私は楽しい思い出をみんなと作ることができたのだった。ちょっと待ちなさいよ。